今から訪れるのは世界最強と言われる GB ロード。オーケーオーケー、正解正解。何人か男性が僕に群がってきまして、俺にもお金をくれるチャンスをくれと。ナマステナマステ。キリッとしました。準備万端で行かせていただきます。久々に僕は緊張してますよ、はい、いつもよりワンランク上の集中で。今から訪れるのは世界最強と言われる GB ロード、はい、僕が見た3本の動画のうち2本が警察沙汰になっております。そうですね。でここは人身売買が行われているかもしれないという話もあるのですが、ネパールとインドの間には国境がないらしく誰でも行ける。そこでちっちゃい子が売りに来られるみたいな。ただ僕調べたんですけど、売られるのを喜んでいる子もいるかも、自分に高値がつくのを喜ぶ女の子もいるみたいな記事は読んだことあるんですよね。ああ、そういうことですね、だからここもいろんな情報が乱れ飛んでおります。まあ一旦行ってみましょう。わかりました。ここや。はい、リリー駅、はい、着きました。やってきました。首都の中心駅ですね。僕ら反対側にいたんですよ、GB ロードの。あ、そういうことですね。で、ここの高架を通って反対側、GB ロード側に行けるんですけど、はい、そこにね、YouTube でもよく見る詐欺師が大量に出没するんで。あ、なるほど。手口としては、はい、この先は行けないとか、あ、セキュリティチェックをしますとか、はいはい、なんかいろいろあるみたいなんで、はい、あそこ通って行ってみましょう。わかりました。将軍、詐欺師いないっす。詐欺師いないっす。僕の将軍と詐欺師のオーラにリミって近寄ってこないですかね。将軍が来るという情報が出回ってるのかもしれない。インド中にセキュリティが強化されてるわ。何ですか。将軍、ここまっすぐ行ったところがいよいよ GB ロードです。わかりました。この覚悟が一応聞こえないっす。あ、そうっす。覚悟決めて臨むとこっすね、ここからは。着きました、はい、おそらくここの通りが皆さん撮ってる通りなんですよ、はい、この左側、こっち側がこの裏っていうかが GB ロードですね。あ、そうですね。とりあえずカメラなしで行ってみましょう。わかりました。見てきましたが、はい、キャッチがね、はい、やばいですね。そうですね。キャッチが邪魔すぎて取れへんっていう。遠い面からね、取れると思ったんですけどね、はい、あんなに連れてこられたら無理やね。そうですね。で、ここに来て僕もあの秘密道具用意したやつがちゃんと機能してるかどうか分からへんので、再度調整して臨みたいと思います。とりあえず外観は取ってきました、はい、あれ以上は無理っすわ。あ、ほんますか。このハンディじゃキャッチはめちゃくちゃ多いし、やっぱりこの街はやばいっすね。臭いし、確かに匂いもやばいし、でおしっこしてるし、はい、下水ですからね、これ全部。そうですね。垂れ流してるの、はい、
込みもあるし、ハエたかってるし、やばいですね。しかも雷も落ちてますし、ここで自ら働く子は確かにいないかもしれないですね。そうですよね。いやえぐい。まあ桑さん、はい、ここは命気つけてくださいよ。いや本当にじゃあ闇暴いちゃってください。わかりました。まあ、ここは命最優先で。わかりました。じゃあ、はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。世界のクワタになりましたね。これ声出てないですけど吐き気を催すレベルで疲れ切ってます。本当の世界との戦い体験しました。これは僕にとって罰であり修行です。翔平大谷もこのレベルで戦ってんだなっていうのが、いや本当に分かりました。正直翔平大谷を超えてる気がします。僕はまずはこの後、はい、最初にキャッチになったインド人の方、ブルーの服着た、そうです、はいはいはい、にまた遭遇しまして、おおって言われたんで、僕も行くよって言って、その流れで行きました。階段があって、その周りに女性が並んでるんですけど、はい、上に上がっていくんですよ。キャッチ通さな入られへんの？キャッチ通さなくても入れはするんですけど、キャッチ通したメリットあるんですか？僕の知る限りでは特になさそうです。で上がっていくとですね、階段がいっぱいあるんですよ。地下に繋がってるのか上に行くのか分からない
らないような階段がいっぱいあって、おっちゃんとかおばちゃんとか女性とかがそこら辺にごったでいる感じになってて、そこでですね赤い椅子が3つぐらいあって、そこに座らされて、おばちゃんとさっきのキャッチの方が来て女の子を呼んできてくれるんです。入っていきなり鍵閉められるとかいう情報はあるんですけど、はい、それはなかったんですか？今回は鍵を閉められることなくですね、とりあえず奥にだけ案内される感じでした。ただですね、扉をいつ閉められてもおかしくないような作りになってます。逃げ場はほんまにないです、はい、でそこで女の子が来て選ぶんですけど、今回3人ぐらい来た中で一番最初に来た人が60ぐらいのおばあちゃんやったんですよ。でその次ぐらいが50ぐらいのおばあちゃんで、最後に30代ぐらいの若い方が来られまして、じゃあ僕もいつもの感じで勝負に挑むので、最初に来た65位ぐらいのおばあちゃん選んだらですね、勘違いで私じゃないよと言われまして何しに来たんじゃ、言葉がもう通じなかったんで、はいはい、分からなくて、でその次に50ぐらいのおばあちゃん選んだら、その方も違うらしくて、何しに来たんや、分からないです。結局最後に来た若い女の子しか選べなかったという。時間と値段を聞いたらワンショット10分っていう、で1000ルピーなんですけど、その後におばちゃんと女の子がセットでさらに1000ルピーよこせと言ってくるんですよ。でとにかく払わないと遊べなかったんで1000ルピー払って、トータル2000ルピー払いました。でですね、その後なんですよ、僕の持ってるカバンあるじゃないですか、あ僕カバン持ってるんですけど、これをまず全部開けられて、もう全部取られるんですよ。お金を探してるってこと？中に何か危険なものがないかじゃないですけど、警戒されてるのか、もう中身全部見られて、ポケットも見られるんですよ。かなり厳重に警戒されるので、ここら辺にカメラつけてるようでは、そんな仕事じゃバレる、バレます。で僕は下の方に案内されたんですけど、これこそまさに地下牢獄置き屋です。囚人が放り込まれるようなスペースしかなくて、ここにベッドがキチキチであって汚いし、で来た女の子自体は悪くはなくて、少しだけ英語が通じたんですよ。その女の子はインドの子という。でちょっとお話はしたんですけど、すぐにですねピーに入りまして、シャワーもなしでとりあえず僕のズボンだけ脱ぎましてですね、で向こうは下を脱いで手でですねやっていただいて、少しでも元気になればゴムです。でこのままですねフュージョンまで行きまして、でフュージョンでは無理だったんですけど、最後なんとか手でですねスプラッシュをしました。状況だけ見たらその子も別に無理やり働かされてるわけじゃなさそうですね。そうで聞いたんですよ、無理やり来てるわけではなくて、普通に生活してるだけでお金が足りないと、はいはい、いうことであそこに自ら働きに来てるそうです。でですね終わってから青服のキャッチに聞いたらですね、そこでは言われました、うんそうだよと言われたんですけど、今日の女の子は違ったよって言ったら、いろんな女の子がいるからそこは様々ですと。じゃあそういう女の子がいるのも事実なの？そうです。キャッチから聞けたのはそれぐらい、それぐらい、それだけでもすごいですよ。だって現地の人の生の情報は今までないですもん。ああそういうことですね。で終わってからがヤバかったんですよ。キャッチの人が最後下まで案内してくれるんですけど、何人か男性が僕に群がってきまして、言われました、ゲットはマネーチャンスと俺にもお金をくれるチャンスをくれと、めっちゃ群がってくるんです。意識高いですね。でそのキャッチの方は僕を守るようにですね、ありがとうと。優しいやんか。そうそうそう、そこは守ってくれない。そこはインド人同士でも必ずしも味方じゃないんだみたいです。インド人同士のキャッチでも争いが起きてるという。すごいっすわ皆さん、この迫力を皆さんに本当にちゃんとお届けしたかった。皆さん大丈夫っす、明日もあるんで